リオネル・ファイニンガー・エミール・オルリック・リオネル・ファイニンガーは、ドイツ系のアメリカ人画家。名前は、英語読みで、ライオネル・ファイニンガーとも表記される。アメリカのニューヨークに生まれる。1880年代後半に、ドイツに行き、音楽、後に絵画を学ぶ。ベルリンとパリを行き来し、新聞にカリカチュアを描いたりする。1910年代に入り、ロベール・ドローネーを通じて、 キュビスムを知る。1913年には、青木氏のグループに誘われ、ワシーリー、カンディンスキー、パウル・クレイなどと活動する。1919年には、バルタグロピウスの誘いで、バウハウスにて教弁をとる。グロピウスによる、バウハウス宣言を掲載したパンフレットの表紙は、ファイニンガーによる、木版画である。1937年。 妻がユダヤ系だったため迫害を逃れてニューヨークに戻る。1956年そこで没した。初期の作品には油彩画にもカリカチュア的な表現が見られ、鮮やかな色彩やストーリーを想像させる人物画はポスターや絵本の挿絵のような印象を与える。その後はパリで出会ったパブロピカソの影響でキュビズムと表現主義を融合させた作風が多くなる。 典型的な作品としては、油絵の例で、会長に差をつけた色彩を使って、画面を平面上に分割し、それにより光を表現した風景画である。プリズムを通して見た風景のような感を呈している。ドイツの迫害の影響で再びニューヨークに戻った。あとは、喪失感から画風が大きく変化した。生涯の作風は一人のものとは思えないほど多様である。なお、 写真家のアンドレアス・ファイニンガーとティー・ルックス・ファイニンガーは息子である。欧州では抽象画の先駆けとなったカンディンスキーと並び称される画家だが日本では知名度が低く古典が開かれるのは稀である。日本において古典等の展覧会で本格的に紹介されたことはなかったが2008年から2009年にかけて本格的な展覧会が開かれた。 収蔵先としては、愛知県美術館、広島県立美術館などがある。ありがとうございます。